自分もどういう風に演じてみようかなとかっていうのを今ですね、原作の方を読みながら考えております。アニメの方がね、実際にどんな風な動きになるのかとかっていうのは、まだやっぱわからないので、その辺は皆さんと同じように楽しみにして、でなおかつこう自分の声を吹き込んで、なんか見ている方も一緒に楽しめるような作品になればいいなと思っていますので、皆さんそちらの方をとにかく楽しみに待っていてくださいね。はい、アニメの方は来年の春ぐらいに、できるということなので、来年の春までもうちょっとありますけれども、寒い冬を越して暖かい時期になんかこう楽しいことが起きるといいなということでですね、とにかくドキドキワクワクしながら待ってていてください。来年の春また動くアニメの方でお会いいたしましょう。以上、千葉紗友子でした。
空かける空賊の少年クーと封印された謎の美少女レン、契約の歌が二人を結びつけるとき、新たな冒険が始まる。俺が連れてってやるよ。俺たちと同じ人間じゃねえか。あなたは人間の匂いがする。苦戦してらっしゃいますね。七光宝珠ってやつよ。つまり人間とは違う存在です。新世代バトルファンタジーエレメンタルジェレイド、2005年春テレビアニメ化決定。先行プロモーション映像、スタッフキャストインタビューを収録したアニメ化記念 DVD 序章、2005年2月25日緊急リリース。約束する。必ず君をエデルガーデンに連れて行く。仕事も寝る場所もあるし、それにポチだって。そうだけど、こいつだけはダメ。この中林義孝だけは、私は面白そうな人だと思うけどな。ロリコンで制服マニアでギャルゲーマニア、極悪非道で外道なご主人様。いいところ一つもないじゃない。こんなやつのメイドになんかなったら、私たちの人生はおしまいよ。でも、もう逃げられないと思うよ。え？もう手遅れだって。お姉ちゃんご主人様に借金作っちゃったの。しまった。もうダメだ。大丈夫、楽しいことだっていっぱいあるよ。ほら、私たちの他にも新しいメイドさんが入ってきたよ。それにロリッコもいるよ、女王様もいるよ、コスプレもあるよ。そんなの楽しくない。あー、これもあれも全てあいつのせいで。よしたか、ぶっ潰れろ。新番組、これが私のご主人様。面白いことまだまだいっぱいありそうな予感。ワクワク。アニメが始まる前に原作コミックやドラマ CD で私たちのことを予習しておいてくださいね。特報 DVD もチェックチェック。お姉ちゃんのこの美しくもあられもないシーンがいっぱい。あられもないなんて言っちゃダメ。Thank you.
くさんの時間が私たちの周りを駆け抜けていった。それは時に優しく、時に激しく、時に冷たく、でもやがて暖かく。巡り来る季節に彩りを与えて、私たちもそれに包まれて、少しずつ変わり始めていた。始まる銀遊黙示録マイネリーベ、今のお前は一人じゃない。小さな羽広げて1月26日発売。